アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ場のうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その友はそして教官が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年5月4日、場所は神戸王子スタジアムにて、第52回関西高校アメリカンフットボール選手権兵庫県予選準決勝、慶明学院セインツ対県立宝塚東高等学校ワイドキャップ戦が行われます。試合開始は変更ありまして14時50分キックオフ予定となっています。先ほどの試合が押しておりましたため、まだウォームアップ続いておりますが、両校すでに決勝本戦に進まんとヒートアップした戦いを演じております。現在フィールド上では慶明学院高校が試合前の最終調整を行っております。紫色のユニフォームをまとっていますが慶明学院高校セインツ、近年は関西学院と常に優勝争いをしている兵庫県でもナンバーワンナンバーツーを誇るチームとなっております。本日もこの試合に勝利しまして本戦出場をかけて戦います。対しますのは本日はビジターホワイトのユニフォームをまとっている県立宝塚東高校ワイドキャッツ。県立勢ではありますが、しかしこのチーム常に優勝争い、あるいは非常に劇的な勝利をしまして勝ち上がってくるミラクルチームであります。今季もその戦いぶり、その片鱗を見せ、あわや厳しいという状況を何度も覆してこの決勝戦に上がってまいりました。そのミラクル、この準決勝でも見せることができるでしょうか。そして本戦出場を叶うでしょうか。共に力量十分にふさわしい両チームによる一戦がまもなく行われようとしています。さあ、これよりオープニングセレモニーです。まずは県立宝塚東高校ワイルドキャッツの入場です。宝塚東高校ワイルドキャッツ、見事他の県立勢を倒しまして、この準決勝の地に参りました。県立勢の中の最有力として、今季、本戦出場をかけて戦いに挑みます。陰ながら、その一騎当選の選手たちは、この準決勝の地に参りました。宝塚東高校ワイルドキャッツ。さあ、続きましてもう一方のチーム、慶明学院高等学校セインツの入場です。慶明学院高校セインツ、チームの博多を掲げまして慶明学院高等学校セインツの入場です。近年関西学院と常に優勝争いを二分するこの強豪チーム、この準決勝の戦いに今から挑みます。
慶明学院高校サイエンス。両校入場しまして、まもなく試合開始の時を迎えます。令和5年5月4日神戸王子スタジアムにて第52回関西高校アメリカンフットボール選手権関西大会予選になります。兵庫県予選準決勝、慶明学院高校セインツ対県立宝塚東高等学校ワイドキャッツの一戦が行われます。これより試合開始前のコイントスが行われます。コイントスの選択権は慶明学院となりました。慶明学院、このチョイスを除きまして後半のチョイスに変えます。この結果、選択権は宝塚東に移りました。慶明学院キックオフ、宝塚東リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。後半の選択を得ました。前半は宝塚東高校のレシーブ、慶明学院高校キックオフで始まります。両校ウォークライハドル解けまして、まもなく試合開始の時となります。まずは慶明学院のキックオフから試合開始となります。キックオフキッカーは慶明学院0番の平野。対しまして宝塚東リターナーを1枚構えました18番の選手が配置しています。さあ宝塚東リターンに入った。しかしこのキックバウンドがよく、リターンはほとんどできません。宝塚東自陣20ヤード付近でボールデッド、この位置からの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持ったチームが倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは宝塚東の攻撃、ボールオンは自陣19ヤードから宝塚東ファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要蹴りは10ヤード。まずはパスプレーでパス成功。クォーターバック8番左にスプリントアウトして、ワイドレシーバー81番にパス、このパス通りまして約
4ヤードのゲインとなっています。アメリカンフットボールは開始点より後方より1回だけ前にパスを投げることが許されています。この権利に関しまして高塚東、まず81番のカナダがキャッチしまして4ヤード前進。カナダはチームキャプテンです。これにより高塚東はセカンドダウン6の状況に入りました。2回目の攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあ今度はランプレーです。後ろにいましたランニング枠にハンドオフしまして中央へのランプレーで突破を図りました。しかしこれは軽めディフェンス集まりよくほとんどゲインありません。従いましてノーゲインでサードダウンと変わります。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。倒れたところまでは攻撃1回ですので最初の開始点から進まなかった場合はノーゲイン。従いまして宝塚東は3回目の攻撃に入ります。宝塚東サードダウン6、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。パス不成功。パスは惜しくしたクォーターバック8番、今度は右にスプリントアウトしてワイドレシーバー81番あるいは7番へのパスでしたが、このパスは結果的に通らずパス不成功となりフォースダウンと変わります。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形になります。さあこの最後の攻撃権を高塚東フォーメーションを変えましてパントフォーメーションとしました。パントにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。スワップミス。さあ大きく添えている。パンターなんとか抑えていますが、しかしエンドゾーン内で抑えましたので結果的にはこれは自殺戦となります。セーフティー。ボールを持っているチームが自陣のエンドゾーン内得点エリアでボールをプレーを止めてしまった場合は自殺戦となります。この結果啓明学院に自殺点となるセーフティーの2点が入りまして啓明学院セインツまず2点獲得となりました。またセーフティーは自殺点ですので本来は得点を上げた側の方のチームがキックオフになりますが、得点を献上した宝塚東のキックオフとなります。従いまして啓明学院が必然的にこのキックオフのボールをリターンする形の権利を得ます。宝塚東セーフティーになりましたが自陣20ヤードからのキックオフです。キックだ。さあこのキックどちらが抑えるでしょうか。啓明学院が抑えております。ここで宝塚東あえてここでオンサイドキック、自ら自分たちが攻撃権を得るための短いキックを敢行しました。キックオフのボールは開始点から10ヤード前進していればどちらが抑えてもいいというこのルールを使ったキックです。しかしこれはリスクが伴い結果的に啓明学院相手陣42ヤードからの攻撃を得ます。啓明学院相手陣入ってからのファーストダウン10、1回目の攻撃です。さあ中央番が入った、前がいない、独走、そう振り切った、一気にエンドゾーン達成。なんと啓明ここでランプレーにより一気にタッチダウンを落とし入れました。託されましたランニングバックは0番の平野、見事そのまま42ヤード独走のタッチダウンと決めて啓明学院6点獲得です。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。
これを平野見事決めまして1点追加。帝名学院高校センツ9点、県立高塚東高校ワイルドキャッツ0点という形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けてきた通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これと先ほどのありました自殺点のセーフティーのパターンを加えると、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなります。この足し算による加点方式によりまして引き分けは起こりにくい得点構造になっています。そしてアメリカンフットボールは本来ならば得点を上げたチームが次のキックオフという形になります。ラグビーと違い、次の失点した側が得点を得やすい構造になっております。さあ、その得点を上げました啓明学院のキックオフで試合再開になります。キックオフキッカーは平野。さあ、宝塚東リターンに入った。カバーチームがよく自陣15ヤード付近でボールで得点しています。この位置から宝塚東の攻撃となります。序盤乱れから失点を許してしまっている宝塚東ですが、この攻撃シリーズ生かすことができるでしょうか。ボールオンは自陣18ヤードから宝塚東ファーストアウト。さあ、まず中央のランプレーを敢行しました。まず中のランプレーで突破を図りまして、キャリア44番にボールを託していますが、しかしこれは啓明学院ディフェンス集まりよくノーゲイン。そのままの位置でセカンドダウンと変わります。宝塚東セカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス不成功。ここでプレイアクション、ランプレーのアクションを入れて、そこからフェイクしてのパスプレーでした。ターゲット18番でしたが、このパスオーバースロー、ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。前パスは失敗しますと元の視点に戻され、次の攻撃という形に変わります。自陣19ヤードからサードダウン点。さあ、10ヤード突破なるでしょうか。パス不成功。クォーターバック8番プレッシャー浴びながら右に流れてロングパス、しかしこのパスはコントロール定まらず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってフォースダウンと変わります。宝塚東フォースダウン点、パンプフォーメーションを選択します。さあ、啓明リターンに入った。右方向に展開しまして相手陣に入り、啓明相手陣35ヤード付近からの攻撃を得ます。啓
慶明学院相手陣32ヤードからファーストダウンテイク。これは宝塚東ナイスディフェンス。左方向へのランプレーをキャリア0番に託しまして展開しようとしましたが、これを宝塚東81番が見事に対応しまして約5ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応しましたが、宝塚東の81番の原田チームキャプテンです。慶明学院セカンドダウン15、ボールオンは相手陣37ヤード。今度は中央へのランプレー。後ろにいたランニングバックに託しまして25番中央突破を敢行。約6ヤードのゲインとしています。慶明学院ランニングバック25番は中坂。慶明学院サードダウン9、ボールオン相手陣31ヤード。パス不成功。ここで一気に中央付近に走り込んだ3番へのパスを投じました。しかしこれは宝塚東見事にカバーし、パス不成功に終えています。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその日の天候及び気温等の条件によりまして、審判団がクォーターの半分でタイムアウトを取るところがございます。本日は5月ですが非常に高温にありまして、熱中症対策としてここでタイムアウトが入る模様です。さあ序盤は非常に慶明学院が宝塚東の浮き足だった状況をつきまして、得点を重ねて優位な状況を作ろうとしています。現在も慶明学院が優位な状況で試合を展開しようとしておりますが、さあこのウォーターブレイク、水入りがどのような形で作用するでしょうか。ウォーターブレイク解けまして、まもなく試合再開となります。慶明学院の攻撃で相手陣32ヤードの位置からのフォースダウン、31ヤードからのフォースダウン9、パントフォーメーションを取りました。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントのボールがエンドゾーンに入りますとタッチバックとなりまして、この場合は相手チームの攻撃権と変わり、相手チームは自陣20ヤードからの攻撃と変わります。これに攻守交代となりまして、今度は宝塚東の攻撃に変わります。宝塚東なんとかこのシリーズは食い止めることに成功しました。さあこれにより流れを変え、ここで得点を得ることができるでしょうか。宝塚東自陣20ヤードからファーストダウン10。さあここでアイフォーメーションからフルバックのダイブプレー。ランニング枠に入った77番、その体を生かして中央突破を図りました。これで高橋東、あえてライン番号ランニング枠にするスペシャルプレーを展開しようとしています。キャリアになりました77番は本来オフェンスラインマンである増田。175センチ、89キロの巨体の選手があえてそのパワーをここで前面に出してまいりました。
宝塚東セカンドダウン9ボールオン自陣21ヤード。さあ再び今度は中央へのランプレー、何枠44番に託しました。すれ違いざまにゲインを図りましたが、このランによるゲインは1ヤードとなっています。何枠44番は旗です。高安が東自陣22ヤードからサーラン8。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤード抜体しサードダウンやり直しとなります。宝塚東サードダウン13。ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーで突破を図りました。しかしこのランプレーのゲインは約2ヤードにとどめられ、フォースダウンに変わります。宝塚東フォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。このパント弾かれる形になりまして、距離がほとんど出ず自陣脱することはできませんでした。宝塚陣43ヤード付近での攻守交代となります。慶明学院相手陣43ヤードからの攻撃に入ります。慶明学院ファーストダウン10。まずはパスプレーから入ります。クォーターバック15番、右側にいたワイドレシーバー84番にパスを通しまして約2ヤードのゲイン。パスを通したクォーターバック15番は寺田、取りましたワイドレシーバー84番は伊藤です。慶明学院セカンドダウン8。今度はランニングバックに託しました。ランニングバック0番、ハンドオフを受けて右オープンに展開。ランニングバック0番、平野君、これにより約7ヤードのゲインとしています。ランニングバック0番は平野。慶明学院サードダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣34ヤード。中央へのプレー、慶明学院ファースト。ここは手堅く後ろにいましたランニングバック23番にボールを持たせてキックパスで攻撃権更新です。慶明学院ファースト、見事ファーストダウン獲得に至りました。ランニングバック23番は飯田、素晴らしい突進でした。慶明学院相手陣31ヤードからファーストダウン10。ファーストダウン
タッチダウン。ここでクォーターバック15番中央を走り込んでいたワイドレシーバー3番へパス。3番見事ノーマークになりました。このボールをキャッチし、そのままエンドゾーン走り込んでタッチダウン。慶明学院6点獲得。見事タッチダウンパスを通しました。クォーターバック15番は寺田取りました。ワイドレシーバー3番は桜です。そしてトライフォーポイント、キックによる1点の追加を狙います。キック成功、1点追加。慶明学院高等学校サインス16点、県立宝塚東高等学校ワイルドキャッツ0点となりました。さあ試合の状況は慶明学院が主導権を握った状態になっております。その慶明学院のキックオフで試合再開となります。宝塚東は反撃になるでしょうか。このキックオフリターンに注目しましょう。リターンに入った。味方ブロックは生かして中央突破を図り、自陣30ヤードを超えたところからの攻撃を得ます。宝塚東、自陣34ヤードからファーストアウト。さあフェイクを挟んでの中央へのランプレー、裏を取るように突破を図りましたが、しかしこれも慶明学院のディフェンス殺到し1ヤードロスとなっています。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了となります。第1クォーターは終わりまして慶明学院高等学校16点、県立宝塚東高等学校0点で攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。